田一家のドアはいつも開けっぱなし。今宵も始まりました、松田一家のドアはいつも開けっぱなし。今日はチーム宴の要白金でお送りします。この番組は松田一家に集まる若手アーティストが週替わりでお送りするラジオ番組だ。俺たちの他にも4組の個性あふれるみんなで毎週金曜日にお送りしているから聞き逃さないようにな。はい、それでは今回の松田家家君、一人に一個ストレッチポール。ストレッチポール。はーい。いただきました。いただきました。はい。ストレッチポール大事ですよね。これ大事ですね。うん、これがあるのとないのでも全然声の取りが違いますからね。はい、そうですね。これがあるかないかで私もあの毎日の体の健康のバランスというんですかね。まあ確かにね、健康器具でもありますからね。はい、骨盤のズレがだいぶ解消される。だいぶ解消されますからね。まあこれをやっであの歌を歌うと、まあ、なかなか声が出るんですけど、これをやらないで歌を歌うと大体僕怒られますからね。そうですね、もう大体声が通らない大体怒られるんですよね。はいはい、はい、だいぶ怒られます。今、言ったじゃないですか、はいはいはい、今ライブやったじゃないですか、はい、その時はやっぱストレッチポールやらなかったんですよ。あー、そうですね、めちゃめちゃ怒られましたね、これ、はい、あの後ですね、はい、私もあの、はい、おかみ様とお話ししまいしてね、はいはい、あのやっぱりあのあそうそう、あのいい山、私あの鉄の馬をお借りして、あのちょっと、ね、あ、鉄の馬にまたがり、ね、あのみんなをいい山の地にね、はい、運んできたわけなんですけれどもね、はい、まあ、帰りにやはりねストレッチポールも積んでいくべきでしたねという話をしましてね。ああ、ね、そうですよね、やっぱり必要だったわよねっていう話をしたわけですよ。そういうことですね。やっぱ一人に一個、やっぱストレッチポールは大事だと、はい、大事だと確認しましょうと、はい、はい、そういうことです。これが今回の家訓だということです。はい、ということで皆さん、あのストレッチポール買ってください皆さん。はい、宣伝です宣伝しましたね宣伝しましたね、はい、はい、そしてね、はい、あの今月は、はいはい、放送100回おめでとう月間ということでね、あの好きだね、ゲストを呼んでいます。わ、はい、まあでもね、あの我々あの毎回あのゲストを呼んでいくので、そうですね、あまり変わらないんですけれどもね、まあ、あの毎回ゲストを呼んでやっていくっていう我々の方針としては、まあ、あんま変わらないですよね、はい、まあでもいいでしょう。そう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 、あ、そうそうそう、はい、あのところでさ、あの、はい、白はあの、はい、自己紹介の時にあの、はい、源氏なみたいなのつけるから、ね、はい、やってます ね、あの今回はなんかないの。今回ですか。今回そうですね、やりましょうか。じゃあ、うん、そうですね、はい、じゃあ肥満体推薦者白金だ。肥満体推薦者どういうこと。なんかさっき太っちゃって、なんかなんかもうあのすごい太っちゃって、なんかもうなんかこう、はい、もう推薦してやろうと思う。肥満体推薦してやろうっていう、あの現世の大好物のマックを食べ過ぎているとかそういうことじゃない。まあなんすかね、いや別に食べているとか変わってないんですけど、動いているよりも変わってないですけど、なんすかね、年っすかね。まあそう、うん、そっか、じゃあね、私もなんかやってみようかな。おい、やりますか。早く早く早く、時間、大自然の脅威かなめ脅威あ、確かにね、あの雨とか降らしますしね、うん、大体野外でやると風強いですからね。そうそうそう、このね、かなめ様こと私ね、あの非常にね、雨男なんですね、うん、だから雨降るのか。そう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 、まあ、ちなみにあの僕晴れ男ですけどね。あら、晴れ男。はい、じゃあ我々仲が悪いね。そうですね、うん、解散だ解散だ解散しよう、解散だ、解散だ。まあそんなのはね、まあさておきましてですね、はいはい、まあでもこれ考えるのなんか大変だよね。まあ大変ですよ、こう毎回毎回、うん、うん、なんかね、はい、私もう飽きました。早いわ早いわ、もう頑張れおい。でもな、なんかな、ほら、頭良くなりますよ、はい、何これ私をバカにしてますか。そろそろね、そろそろいいっすかね。え、そろそろ頼みますよ。何ですか、関係者以外立ち入り禁止。いやいやいや、ゲスと俺、ね、あれゲスと、あれタケルくんじゃない、何してんの、タケルちゃんどうしたの。だからゲスとでしょうね、あんたたち、ね、あの分かってるって、あのね、ちゃんと分かってるから、冗談だ。本当にからかっただけだからね。そうだよ、もう向きになっちゃって、うっそで、もう可愛いんだから、ちょっと全然二人で楽しんでたじゃん。絶対忘れたでしょ今。ちゃんとね、あの最初にゲストがいるよ
って言ったでしょ。そっからそんなどんだけの待たせるんですか。めっちゃ長いっすよ。まあまあまあ、さあ行きましょう行きましょう。はいはいはい。そうね、まあちゃんとせっかく来てくれたってことでね、ちゃんと紹介しましょう。本当ですか、頼みますよ、はい、本当。では今回のゲスト、五大名のたけるくんです。どうもよろしくお願いします。いらっしゃいいらっしゃい。ようこそ、どうもどうも、ようこそ、ありがとうございます。はい、なんとですね、このたけるくん、今回の我々の出演でですね、はい、なんと4連覇中、4連覇中です。人気もんやん。4週連続でこのラジオ出演させていただいてます。人気もんじゃねえかも、はい、ありがとうございます。今リーチがかかっているわけですね。そう、リーチがかかってあと1個ですか。はい、次のミニギャン、はい、はい、頑張ります頑張ります、はい、はい、そうですね、ではせっかくなのでね、はい、今回私たけるくんの正式名称で紹介したいと思います。本当ですか。はい、普段みんなたけるたけるって言ってますけどね、実はたけるくんの後ろにはもう一つね漢字がついてる、ね、そうです、ね、そうです、はい、知ってました。あ、もうそれはもうね、知ってますよ。そうだよね、白はね、知ってます、もうね、仲いいですから ね、うん、ね、そうだよ、そうだよ、まあそれで知らない方がねおかしいんですよ。そうです。じゃあ発表したいと思います。はい、お願いします。はい、たけるの、はい、見事見事見事たけるの見事、さすが。ちょっと待って、いやー、まあ素晴らしいね、たけるの見事。待って嬉しいような悲しいような見事で嬉しいんだけど、でもやっぱちょっと違う。正解じゃない。ちょっと違う気がする。あ、見事じゃないっけ。見事じゃない。そうだ、じゃあなんだっけ。たけるの、たけるの、たけるの、みこさん、みこさん、たけるのみこさん、みこさん、なんかおみくじとかくれる。神社にこうやって攻撃しちゃし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 ゃ、隣にいて、これたけるのみこさんです。すごい可愛い嫁か、分裂しました。みこさんが俺の嫁か、おかしいだろ。みこと、みことですからね。みことさん、みことさんです。あ、みことさんでした。二人とも惜しいわ。照れるわ、照れるわ。みことさん、みことですからよろしく頼みますよ、本当に。じゃあ今度から我々はみんながたけるって言うから、我々はみことさん、かわいい、くすぐったいわ、かわいい、なんかチクチクする、チクチクする、チクチクする。それが広まっちゃったら逆に嫌です。みことさんって、どうもとか、すごい割れてるてんだ、中途半端な対応になっちゃう。やめましょう、それは。それダメ、ダメにしましょう。ダメ、まあとりあえず、まあそういうことでして、今回たけるのみことくんこと、たけるくん、はい、たけるくん、なんかややこしい、ややこしい感じで、ごちゃごちゃな感じですけど、はいはいはい、でやっていくわけなんですけれどもね、はい、よろしくお願いします。はい、ここでですね、はい、今回我々、はい、パラサイトユニットチーム宴がですね、今後どのように他のグループに寄生していくか、はい、おー、なるほど、っていうのをね、はい、考えたいと思います。なるほど、わかりました。他のところとどうやっていくのか考えてみましょう。はい、どうしましょうかね、どうしましょうかね。とりあえず今五代目王さんとね、よく絡ませていただいて、たけるくんにやらせていただいて、いや、もちろんお世話になってます。他にも手っ取り早く近場のグループとして、ミニミニギャングさん、ミニミニギャングさん、そうですね、コズミックドルさんとか、皆さんとかね、どういうふうに規制していくか、ちょっとどういうふうに規制していきましょうかね。とりあえずじゃあミニミニギャングさんが、そうですね、ミニミニギャング、どうしたらいい、どうしたらなんか、まずね、根本としてね、平均身長145センチっていうのがね、まずネックなんで、ネックですね。うん、あ、じゃあ身長をじゃあ減らす、減らす。どうする、どのように縮める。縛る。足の関節と関節をなんか縛って、小人みたいな感じ。すごい高等技術。結構体張るぜ、それ。それで踊るんよ。そっか、じゃあダメだ。難しいですね。ちょっともうちょっと考えましょう。じゃあ、なんか別に、じゃあ次、じゃあコズミックドール、コズミックドール、コズミックと言ったら、とりあえずアンドロイド、アンドロイド、じゃあアンテナをつける。ああ、いいっすね、それ。待って待って、確かに確かに、アンドロイドだからアンテナついてるわけじゃないからね、あなたたち。アンテナついたら、ほらね、2人ともアンテナつけてるからね、我々もアンテナつけたら、アンテナつけたらこれで、わあ、コズミックドールが4人になったみたいになるだろ。そんな、だってまず髪型とかも変えなきゃいけないんじゃない。髪型どのように、あれか、白いし、白いし茶色、じゃあ大丈夫で、緑ピンク、あ、でもコズミックさんはね、なんか色変えたりしてるからね、じゃあ我々もなんかさらに色を変える。マジっすか。でアンテナつける。そこ譲れないんだ。まあアンテナつけるっちゅうことで、そうですね。じゃああれのさ、じゃあ
やなしはもう一つしかないでしょ。一つしかないと思います。うん、白く塗る。確かに。まあそうですね、確かに白くなる。確かに。まあそしたらね、うん、もう和装ですから我々も。そうもうそれこそウリ二つです。ウリ二つ、もう完全にあやなし化です。ただね、白とね、神楽のキャラがちょっと被るんじゃないか。そうなんだよね。ちょっとね、そこがね、うん、ちょっと考えようだよね。考えようだな。で、木蓮とね、カナメ様のキャラもちょっと被るんじゃない。いやでもね、木蓮は寝るけど私は寝ないよ。あ、そっか。光合成するやつ。まあまあね、光合成はするから確かに動き止まるかもしれない、ね。2人とも動き止まる。すごいやっぱ被ってるな。そっか。そうなると雪石姉さんのね、うん、どう負担がかなりやばいことになりますからね。2倍3倍3倍2倍3倍、うん、さらに2人増えちゃったよ。そうそうです。まああとはまあ五代目さんで、あとはどうやってこうもっともっと盛り上げていくかね。今は戦争を持って歌を歌って規制してますが、はいはいはい、まあ、今後ね五代目王さんとやっていく、もっとどうやってこうさらに規制していくか、どんどん侵食していくか、うんうん、それいいね、うん、まあ、最終的に五代目王を、はい、あダメだ、あのどうしてさんやからネットレアをやっていく。兄貴聞いてるよこれ。ダメだよ、兄貴は倒せないわ。倒さなきゃいけない、うん、2人がなもっと盛り上がるなら、うん、あ、武器持ったらどうすか。武器、武器、あ、いいな、武器、いいな、武器、武器、こっち五代は各自みんな持ってるじゃないですか。確かに。同志の兄貴は刀持って、鞍馬の兄貴は尺状持って、で正平の兄貴が斧持って、で来源の兄貴が小太刀とあと鉄線持って、でタケルが斎を持つ。ああそうね。もうこのパターンが出てますけど。大体6種類ぐらいかな。うん、それ以外の武器でじゃあ我々なんか持ちましょうじゃん。6種類って今あの5人しかいない。なんで6種類って。ほら鉄線とほら小太刀。あ、それワンくくりじゃないの。ワンくくりじゃないですから。武器はほら6種類だから。それ以外でなんかこうなんかありますかね、なんか。そうか。なんかいいの、何かかっこいいの。そうだな。うん。ヌンチャクとか。ヌンチャクとかできたらかっこいいんじゃないですか。ペペペ回して。うん。でどっちがやったらいいと思う？あのヌンチャクあれじゃないですか。カナメさんは持ってたら。カナメさんでいいじゃないですか。私ヌンチャク。ヌンチャク。筋肉ある。パパ。うん。そうだね。筋肉ある。ちょっとパッパッパッパイメージしてみましょうよ、ちょっと。あ、そういうあの、現世のあの、DVD みたいな。DVD、ああ、はい。なんか黄色いジャージを着た師匠がいるみたいな。いつも一緒に。どうやそうそうそう。なんかね、なんかヌンチャクやった、構えた後にね。ちょっとこれね、映像で見せたいぐらいね、顔がね、ブルー先生だね。ブルー先生だね。顔が静かでね、うん、あの。こうすればなんかもうヌンチャクの師匠みたいな。ヌンチャク使えるみたいな感じ。雰囲気はもうめっちゃ出てますからね。だからあの、白もやってみたらいい、ね。ヌンチャク候補、ちょっと白も。めっちゃ恥ずかしそうに。何これ何これ、なんかこっちは逆に緊張してきた。恥ずかしくなっちゃうみたいな。ちょっとあのなんかこれやめましょう、はい、ヌンチャクダメだ、ヌンチャク、じゃあヌンチャク案はまあ私として、うん、なんか白はね、そうだな、あ、姿勢の力、まあ動物の力が使えるから、うん、鍵爪、お、鍵爪いいっすね、かっこいいっすね、もうバッサバサとバッサバサひっかいてやりますよ、もう俺と白で特攻隊長だよ、もうバーッ突っ込んで、ひっかきは、かき乱してやりますよ、防御とか知らねえって、かき乱してやる、もうあの壁とかにこう、こうなんかこう金網とかって登っていってなんかね、それどこかで知ってる気がする。なんかね、そんなやつをね、見たことある、ね、私は見たことがある気がする。しかもブルー先生できないよ、そっちはできるんだ。じゃあの ブルー先生やって、ブルー先生。中途半端、中途半端あった今。いやでも鍵爪ありじゃないですか、鍵爪いいっすよ、相当かっこいい、はあ、で要様のヌンチャクでブンブン振り回して、うん、なかなかねいい感じだよね、肉弾性ばっかり、肉弾性、でも私的にあの本持ってるんでなんかあの魔法を使うみたいな、ね、それもかっこいいっすね、ありですね、全然いいじゃん、そういう感じがね、うん、なかなかいいというわけで、まあ、今後の五代さんとの関わりはまあ、武器を持ってコラボしていく、うん、ちょっと面白いかもしれないですね、はい、そうですね、やっていきましょう、というわけでしてね、はい、まあ、あのそろそろお別れの時間がね、喋ってしまう、喋っても悪い、どうかしかして何もやってねえぞ、近づいてきているわけなんですけども、問題解決したからね、まあまあね、はいはい、まあじゃあ今回あの武尊君、今回参加してみていかがでしたか、いやいや面白かったですよ、五代の新たな試みもここで提案できたんで、うん、ちょっとこれは面白くなるんじゃないかなっていう感じですね、そうですね、じゃあ今後もよろしくお願いします、よろしくお願いいたします、はい、というわけでしてね、はい、あの最後はお知らせのコーナー、はい、はい、お願いします、はい、それではですね、この番組では今後やっていきたい企画や、はい、あの呼びたいゲストなど、はい、いろいろ募集したいと思います、はいはい、お便りの宛先はこちら、はい、madudaikka@atomarkato.com
matsuda.com 松田ハイフン一家アットマークアトスタドットコム。他にもふつおた感想ご意見などなどお待ちしております。我々のことが知りたいという人はごめんなさい。はい、我々ですね、まだ謎の多いチームなのでね。そうなんですよ。あの今後教えられることが増えてきたら発表していきたいと思いますので、うん、 それまではしばらくお待ちください。我慢我慢。はい、それでは今回のお相手はチーム宴の要白金、そしてゲストタケルの美琴。はい、それではまた次回さようなら。